はい。じゃあ僕から、肩にちっちゃいジープを乗せていたら、肩にちっちゃいジープ乗せてんのかいと言ってもらえるのか、花歌さんの記事を紹介したいと思います。で、これは、ボディービルの掛け声で、肩にちっちゃいジープ乗せてんのかいっていうのがあるらしいんですけど、それを実際に、その普通の人が乗せてたら、このコールを言ってもらえるのか試すという記事です。で、まあ、この記事見どころとしては1個は花歌さんが久しぶりに登場したというのがあるんですが、あとはですね、この企画自体もちょっとタイトルだけで最高だなっていう。そうですね、これ。そう。これは もう言われただけで笑うなっていうのが、まずその記事のベースの面白さとしてはあるんですけど、ちょっとこのデイリーをいつも呼んでくれている人向けの楽しみ方っていうのが、あるなと、もう一個あるなと思ってまして。で、これを今日は紹介したいと思います。で、これ、なんか3人のゲストが出てくるんですけど、この人こういうこと言いそうっていうのが すごい現れた記事だなと思いまして、ちょっと一人ずつ見ていきたいと思います。で、まずトルーですね。トルーは、あ、これ一人ずつ花歌さんが、こう、肩にジープを乗っけた状態でズームに呼び出して、で、相手のリアクションを見るんですよね。で、そのコールを言ってもらえるか試すっていう趣旨なんですけど、トルーはまず、ジープに気づいてから、そうか、うん、気づいた、気づきました、掛け声があるじゃないですか。こういう こういう言い方をするんですよね。するね。しますよね。え、その後 最初見たときはジープが服の模様なのかなと思って。これ、花歌さんはずっとコールを言ってほしがってるんですよね。言ってほしがってるんですけど、トルーは、こういうなんか、で、なんかくっついてるのかと思って、車かってなって、肩に車って、そうか、ジープかって、こういうなんか、ああ、す延ご々、い。そう、自分の心境というか、あれを話していて、で、すごいね、花歌さんがこう、やきもきするシーンなんですけど、すごい、やっぱトルーのマイペースさみたいなのがすそうでごすいね。出てませんか、これ。とつとつというところがすごくトルーっぽいですよね。あの声が再現されるっていうか。そうそう、声聞こえるんですよね、この記事読んでると。だから、文字、このセリフも多分素起こしそうでなんすだと思ね。うんですけど、ね、こういう口調だなっていう、こういう口調でこういうこと言うなっ言うな。ていう、このトトルールーののこうね、こう、ちゃんとこう言ってくれそうで言ってくれない感じがすごあ、くそう。わかる。わかる。決め打ちを避けて、こう、周りをこう固めていくみたいな感じありますよね。そうだね。で、全員こういう感じの個性が出てて、井上さんが今度全然違って、井上さんは、もういきなり一発目が肩にちっちゃいジープ乗せてますねって言って、乗せてんのかいって言ってくれるんですよね。で、しかも言い直してくれて、肩そうにでちっすちゃいね。ジープ乗せてんのかい。井上さんのやっぱこの勘の良さはやっぱすごいですよね。そう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 、井上さんやっぱすごい気が利くし、瞬発力もあって、まあ今、ハイさんが言った通り、勘がすごくめちゃそうめですちゃいいんね。ですよね。多分これすごく滑舌よく言ったと思うんですよ。肩にちっちゃいチーム乗せてんのかいって。そう、もはや動画で公開することすら想定して言ってる気がするんですよね、井上さん。そうですね。いや、井上さんはね、本当話してて楽なんですよね。気が利くから。そう、それ言いたかったんですよ、みたいなのを言ってくれるからね。そうそう、これ言いたかったとか、これ言っそてほしかったみたいなのをう、全部そう、そうズなんバッでとす言ってよ。くれる。で、やっぱ井上さんってすごいインタビューとか得意な人だから、やっぱこういうなんか会話のやり取りの感みたいそうなだのは、ね。ね、すごそうくです。あるんだろうな。で、3人目が江ノ島なんですけど、江ノ島さんは、江ノ島だ。江ノ島だな。ああ、肩にちっちゃいゲップついてんな。こう、ボソボソ言いますよね。そうそう。そうなんだよ。乗ってんなーって。江ノこれ島で、さん、はい。そうだよね。これでなんか顔こすり始めんだよね。井ノ島こう言ってね。こう、ほら、いつもこういうふうにさ、江ノ島こうやるじゃん。やるやるやる。
こう顔をさ手のひらで覆うんだよね。めちゃめちゃやりますね。そう、これは記事でもやってなかった？ああ、やってましたっけ、ね、なんか、そう、なんか この後のコマにあったかもしれないです、確かに。そう、なんか、あの、一応その確信を、それと違うのは、確信をついたこと言ってるんだけど、独り言なんですよね。あ、そう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 、そうなんだよね。ちっちゃいんだよね。そう。はい。そうなんです。もしわさんは、ね、その体の大きさに対して、ボソボソ言う加減が小さいんですよね。そうだよね。言っていいのかな、なんかトルーが江ノ島とラジオを、はい、誰だっけな、トルーか花歌さんが江ノ島とラジオをやるんだみたいな、なんかやったけど、はいはい、江ノ島って人の会話を吸収しちゃうから会話にならないんですって言ってあ、広げてくれないってこと。そうそう、こうですよねって、ああそうなんだ、そうだなって言って、うーんって言って、でなんかこう返してくんなくてだからなんかやめたみたいなことになって、わかるな、わかりますね。そうそうあのさ、普段割としょっちゅう会ってんだけど、毎回会うたびに30分間打ち解けなくない、はい、ああそうですかね。だからね、安藤さんとかだと打ち解けてんのかな。なんか俺割としょっちゅうもう何年も会ってんのに、はい、なんか会うと最初の数分間10分ぐらいアイスブレイクがいるっていうか、ちょっとああそうか、そうどうかな。僕なんかゲームやるときとかぐらいしか、あ、そうか、あんま話さないからあれなんですけど、そういう意味ではじゃあその雑談ベースで会ったときにまだ打ち解ける段階まで行ったことないのかもしれないね、僕は。あ、いや俺がなんか変にプレッシャーかけてんのかな、なんだろうな仲良くなりたいな、江ノ島と。そうですね、会った瞬間ハイタッチでね、ウイスとか言いたいですねそうだよね、絶対会った瞬間ハイタッチでウイスとかのタイプじゃないもんね。じゃないですもんね、うん、ないですもんね、ハイタッチしようとしてんなーっていうタイプですよねなんか入ってきたらハイタッチしようとしてんのが分かったんすよっていう言いそうだよねすげえ言いそうハイタッチそういう記事なんすかって。そうそうそう、江ノ島の真似をする時間になっちゃったすごい、ね、でこれもう一枚やったんだけど、あ、はいはい、あ、この辺はちょっと打ち解けてるんですよね。はい、あ、そうですね。そうか、ここは確かにアイスブレイクが済んだ時間ですね。うん、そう、でもね、やらないよ、あんな。これ、同じネタを考えてたっていう話で、そうですね、やらないよ、あんな。ちょっとディスってるっていう。そうですね。っていう感じで、3人のパーソナリティがめちゃめちゃよく出てて、うん、すごく読んでて楽しい記事でした。そうですね。これはなんか、花歌さん久しぶりに現れてバカな記事を書いて去ってったのはいいですね。そうですね、すごく良かったですね。まあ、記事自体もすごい、そうだよね、面白くてどっちのそのなんていうんですか、知らない人にも企画として楽しめるし、お出入り知ってる人はますます面白いみたいな、2段階で楽しめる記事だったんじゃないかなと思いました、ね、うん、はい、はい、